これがエアロックの最後のハッチだ。こいつを開けると宇宙空間に出る。おい、メッサー、レイ、お前たちも一緒に来るんだな。ああ、行ってやるよ。こんなところにいてもマハにとっ捕まるだけだ。ヘラスを出ることになるが、かまんか。そうだな。ま、成り行きに任せるとするか。なあ、レイ。マハに捕まるよりはマシだからね。よし、じゃあ決まった。アフランシー、ヘルメットのバイザーを閉じろ。顎のところにスイッチがあるだろう。ここか。アフランシー、俺の声は聞こえるな。ああ、聞こえる。じゃあハッチを開けるぞ。外の景色は見慣れないと変だが、別に怖がることはないからな。怖がる？どういうことだ？ああ、星があんなに早く流れている。星が流れてるんじゃなくて、コロニーが回転してるのさ。目が回りそうだ。そういう時は星から目を離せばいいんだよ。さあ、コロニーの外に出るぞ。外に出た途端に無重力になるが、空気抵抗がないから放り出されるようなことはない。宇宙を見ないで、コロニーの外壁を見てろよ、サムライト。目が回って宇宙用にかかるぞ。ああ。よし、行こう。あ、大丈夫だ。ねえ、なんだろうあの光。あれはマンマシーンだ。マンマシーンが戦ってるんだ。ケランとジョーカー。おい船長、信号弾を打ち上げるって手はずじゃないのか。まあそりゃそうだが、しかし今撃っても気づいてくれるかどうかわからんな。大丈夫なのかケランたちは。なんだこの感じは。ウルーリアンか。感じる、ウルの悪意を。おい、アフランシー、どうした？船長、マンマシーンを呼んでくれ。どうする気だ？僕がマンマシーンに乗る、そしてウルを倒す。アフランシー、ウルがどれほど危険な存在なのかよくわかった。ウルの持つ邪悪な思いが直接僕の心に入ってくるんだ。そういうことを感じるっていうのはニュータイプの能力ってやつなのか。わからない。でも今の僕はウルとクリシュナを感じることができる。だから僕にマンマシーンを使わせてくれ。よし、信号弾を撃ってみよう。気づいてくれるといいんだ。来たぞ。こっちを見つけてくれたのか。あれはゾーリンソールだ。おい、こっちだ。俺たちはこっちにいるぞ。ケラン、聞こえるか。ええ、聞こえます。船長、ひどい目にあったぜ。マンマシン用のエアロックから外に出た途端、敵のマンマシンがどっと襲いかかってきやがった。ジョーはどうした。まだ生きてます。ケラン、聞こえるか。アフランシだ。なんだ。ゾーリンソウルの操縦、僕と代わってくれ。え？クリシュナがマハに捕まった、助けたいんだ。ケラン、代わってやれ。アフランシに任せよ。あ、でも船長。命令だ。了解。行ってこい、アフランシ。ありがとう、船長。ゾーリンソウルはガイアギアより古いマンマシンだ。少し性能が落ちるぜ。わかった。すまないな、ケラン。しっかりやれよ、アフランシ。落とされるんじゃねえぞ。レバーやアクセルの位置はガイアギアと同じだ。
ゾーリンソウル、発進する。これが宇宙なのか。今僕は宇宙空間の真っ只中をたった一人で飛んでいるんだ。この声、シャア・アズナブル。新しい環境で人の能力は刺激を受けて、今まで眠っていた能力が拡大する。宇宙に出て心を開き、まだ目覚めていない人の能力を高めれば、人は戦争をなくして永遠に発展し、人口を増やし続けることができる。そうか、それがニュータイプっていうことなのか。なんだ、感じる。いくつもの悪意が宇宙空間に充満している。あれはウルじゃない。マンマシンのパイロットの話す悪意だ。ジョー、敵のマンマシンから離れろ。アフランシン、お前ゾーリンソウルに乗ってるか。マドラス船長たちと合流してヘラスを離れろ。敵は僕が食い止める。やれるのかアフランシン。早く行くんだ。わかった。邪悪な心は宇宙にはふさわしくない。マンマシン、僕がアフランシシャアが相手になってやる。息落としたよ。これで6機目か。赤い彗星、すげえなあいつ。あれ本当にアフランシか。目覚めたな、アフランシ。アフランシシャアは宇宙に行くと目覚める。あれは本当だったんだ。君は拒否できる立場じゃないんだぞ。来るんだ。ウリアン少尉、ヘラスの外に出ていたガウサ第4中隊が全滅した模様です。何？メタトロンはたった2機のはずだぞ。詳しいことは分かりません。アフランシ、奴がやったのか。アフランシ、このまま逃げて、みんなを連れて逃げて。感じるぞ。ウルがいる。クリシナも一緒だ。クリシナ、ウル、どこだ？どこにいる？
クリシュナとウルがいる。ビームライフルのエネルギーを絞って外壁を正確に撃ち抜けばコロニーに影響は出ないはずだ。クリシュナ、ウルから離れてくれ。僕はウルだけを狙い撃ちする。アフランシュ、ウリアン少尉、どうします？奴らは宇宙に出てまんま死んで逃げる気です。分かっている。第八中隊に連絡してブロンテクスターを運ばせろ。俺が出る。今アフランシュの声が。クリシュナ、君も一緒にブロンテクスターに乗ってもらおう。嫌よ。クリシュナ待て。クリシュナとウル離れた。今だ。うわあ。ウルの気配が消えた。死んだのか。クリシュナは感じるぞ。クリシュナは生きている。クリシュナ、聞こえるかい？クリシュナ、アフランシー、アフランシーなの？そうだよ、僕は今君のすぐ近くにいるんだ。アフランシー、今そっちに行きます。アフランシー、クリシュナ、よかった、無事で。アフランシー、私聞こえたんですよ、アフランシの声が。アフランシ、ウルは死んだんですか？わからない。だけど今は感じないな、ウルのこと。そうですか。かわいそうな人だわ、ウルって。かわいそう？ああ、そうかもしれないな。クリシュナ、ほら、あそこ、スパシアス号だ。スパシアス号、マザーメタトロンに逃げ帰ったんじゃないんですね。私たちを待っていてくれたんだわ。アフランシ、聞こえるか？マドラス船長、よかった、みんな無事だったんだな。ああ、お前も早く帰ってこい。温かいコーヒーが待ってるぞ。船長、
私、冷たいジュースの方がいいな。これはエアロックの最後のハッチだ。こいつを開けると宇宙空間に出る。おい、メッサー、レイ、お前たちも一緒に来るんだな。ああ、行ってやるよ。こんなところにいてもマハにとっ捕まるだけだ。ヘラスを出ることになるが、どうだ、アフライシ。あ、大丈夫だ。マンマシーンだ。マンマシーンが戦ってるんだ。ケランとジョーカー。おい船長、カバンか。そうだな。ま、成り行きに任せるとするか。なあレイ。マーハに捕まるよりはマシだからね。よし、じゃあ決まった。アフランシー、ヘルメットのバイザーを閉じろ。顎のところにスイッチがあるだろう。ここか。アフランシー、俺の声は聞こえるな。ああ、聞こえる。じゃあ目が回りそうだ。そういう時は星から目を離せばいいんだよ。さあコロニーの外に出るぞ。外に出た途端に無重力になるが、空気抵抗がないから放り出されるようなことはない。宇宙を見ないでコロニーの外壁を見てろよ、サムライト。目が回って宇宙用にかかるぞ。ああよし、行こう。ハッチを開けるぞ。外の景色は見慣れないと変だが、別に怖がることはないからな。怖がる？どういうことだ？ああ、星があんなに早く流れている。星が流れてるんじゃなくて、コロニーが回転してるのさ。